皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。トバです。さあアンチャーテッド黄金刀と、はい、消えた先端言えましたね。嘘。いや言えましたよ。トバの方がタッチの位置で早かった。あ、まあ、タッチの差でな。うん、まあ、大した差ではないですよ。前回はこれどこに向かってんだっけ。なんか盗むんだよな、敵の陣営から。そう、なんかここがお宝にたどり着くより先に 裏切り者が、あーそう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 、あいつじゃ見つけらんねえだろみたいな。目の前がキャンプじゃないか。どういうこと。拠点ってこと。あ、そういうこと。え、これ、いける？あ、どうなんだろう。あ、いけた。あ、よし、行くぞ。少し、待ってくれ。あ、そっか、まだ起爆装置押してないんだ。ん？ 3 ヶ月かけて収穫なしか。あ、そっか、あの女の人、潜入してくれてんのか。最善は尽くしてる。あいつがラザレビッチだな。ラザレビッチ。こいつ第三発掘現場から人と品を盗もうとしてました。強そう。ああ、絶対殺されるじゃん。私も随分甘く見られたものだ。あ、いい声。これには訳が。ああ。わあ。やりやがったこいつ。私の周りは裏切り者とバカばかりだ。どうする、あいつもっと怒らせちゃうか。ワクワクしてんなサリー。ああやっちゃったよ。行け、あたりを調べろ。来い、こっちだ。よし、お前の出番だ。こっから援護する。マジで。おバカさんがスナイパーライフル忘れてた。油断するな、敵さんのバンペイが何人か残ってる。なるほどね、これは来たらやるわ。ショータイムだ。ほっ、よいしょ。はい、こっそりやりますよ。愚痴ってる、めっちゃ愚痴ってんじゃん。向いてる時にやったら多分ダメだよね。うん、解明してるやつかね。あいつこう向くのかな。行ってくんねえかな。行かなそうじゃない。行かないかな。なんか行きそうな感じするけどな。行かないんだったらもうやっちゃうしかねえな。やっちゃおう。え、なに、待たないの。そもそも待てないもんな。待てないし、下手なくせに、下手なくせにステルス行動嫌いだし。そうなんですよね、うん、先にあいつを撃ち殺せねえかな、なんとか。おいしょ。あー、バレちゃったな、バレちゃったかも。あ、レーザーサイドいるな。あ、サリーか。いいね、サリー。撃たなきゃよかったな。まあいいんじゃない。硬くね。でウルトラライトダウン着てるの。なんかユニクロの。うん。あれ家庭感な。うん。ラザルビッチはかなり本気のようだな。すごい資料の数だ。シャングリラの探検をすべて網羅してる。古くは17世紀のものからある。で、マルコ・ポロの日記は。それもある。一生懸命もたもたすんな。分かってるよ。偉大なる旅人はシャングリラへの苦難の旅路に打ち勝つべく、ここで読まなくてもいいと思うけどな。与えられた。はあ？なんだ、どういう意味だ。さあな。あった。この時代にな、シャメがあったらな。ああ、確かに、盗んだこともバレずに。シャングリラで乗せた、ね、罪人が
我々の運命を決めたのだ。まあでもこういうものも全部データ化されるんだろうな。ああでもそうだよな、確かに。くそ、サリー、チンターマニ席はここじゃない。こう書いてある。私はフビライハンの怒りに喜んで耐えよう。あの聖なる寺院からチンターマニ席を撃つぐらいならば。マルコポーロは石を取らなかった。それなら忌まわしい罪って何のことだ。わからない。石がここにないならラダレビッチは一体何を探してる。ジャングリラだ。はい、ボルネオデカ。こんなところにあるわけないだろう。多分マルコポーロの足取りをたどるつもりだ。そうだ、ジャングリラまで。なんで？ジャングリラ。なぜなら石はまだジャングリラにある。クロエ、話せるか。ジャングリラ。先ほど遺体や遺物は何か見つかってるか。いいえ、そう言われれば何も。600人以上が船でナンパしたのに遺体はゼロ。そんなの変だろ。一体どこへ行ったか。津波が来たらどこへ行く。山の上か。ピンポン、山の上へ行こう。マルコの仲間が見つかるはずだ。なるほど。クロエ、合流できるか。もう向かってるわ。オートネイト、早いとこテント出ろ。あと 2,3 分だけ待ってください。お友達に言ってやりな。死んでる。バッサ散らばれ。やばい。隠れちゃう。俺が何とかする。グレネード。ああ、これを使える。散開しろ。グレネード。ああ。はいはい、なるほど。はいはいはい。え？なるほどね。はいはい。ルイチを抑えながら、なるほどなるほど。マジ！オッケーですね。あれ？左から来てるぞ。間違えた。おっと。あ。間違えた。ここ。当たんなかったな。ここ。おいしょ。正面から攻めてくる。いいよ。あ、間違えた、間違えた。どれ？やばい！ほら！おーい！そうだな。そういうことよ。あ、怒っちゃう。え、そうそうそう、すいません。ありがとうね。ありがとうございます。いや、いつも助かってますわ。いや、そう、口聞かない。もう今日。一人実況になっちゃうでしょ？いや、やっぱね、こうやってね、ちゃんとテキストを読める人が一緒にいるとね、心強いわ。うい。待たせたな。こっちのはず。ちょっと待ってくれ。よし。なんでサリー狙ったの？違う。確認しただけ、確認しただけ。怖い。これを見てみろ。いいね。よっ。おー、びっくりした。こんにちは。ここには何があるのかな。運が良ければマルコポーロの乗組員が眠ってるはずだ。調べてみよう。この女の人もどこまで信用していいんだろう。ねえ、なんかね、ちょっと怖いよね。ああ、この寺院は何千年も前のものだ。まあね。すごいね。みんなついてきてる。昔の寺院とかロマンあるよ、遺跡とかね。大好き。これ、ん？こっちへ行くぞ。違う、あ、下か。大当たりみたいだ。おお、いっぱい。この死体何百ってありそう。
歯を見てみろ、真っ黒だ。うわすごい、全部粉だ。歯が真っ黒。津波が来た時彼らはここに逃げたんだろう。これも死体か。何らかのヒントがここにあるはずだ。これ違う。ヒントを探せばいいんだな。このようだ。お宝ゲット。キラー。なんですこれは。翡翠のベルト止め。お読めてる。翡翠ね、この間あるじゃん、教えてくれたじゃん。それくらい読めますよ。いや実は本当は読めてたんですよ。先に言われちゃっただけ、考えてるうちに。じゃあもうごめんね、もう喋らない。はい、というわけで今日は私一人で実況するみたいなんでね。皆さんあのご了承くださいませ。もうラーメンでも知ってるわ。やめろやめろ、音は入れるな、せめて。邪魔するんじゃない。おーおーおお。いいもん見つけたぞ、ここに。なになに。ナンパした後できっと荷物をすべてここまで運んできたのね。これか。お、なんかね、これあれじゃない。え、なに。また松屋。松屋に。前に見た光ったやつ。あー、燃やした ら、あれかやったやつか。あ、だからあ、やっぱそうじゃない、火つけるんじゃない。サリ、照らしてくれ。ブラックライトでしょ、要は。おー、ほうほうほう。え、これ持って進む感じ。燃え尽きないの、そんな。これ落ちた。あっちにもこっちにも虐殺があったらしい。マジでブラックライトみたいな。ね、何かにたどり着くかも。え、血をたどるの。そうじゃない。怖っ。わかりやす、わかりやすいヒントでしょ。え、急になんかホラーっぽくなったけど。全然ホラーじゃないでしょ。え、嘘。血だよ、だって。あ、まだここはロマンだよ、なんか。あ、よく、あ、ほらほら、あ、違う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 、今違うね。あ、今のは違うんですよ。別に、あの、燃やそうとしたとかじゃないからね、サリーたちを。ほら、あ、ほらほら、よける。ちゃんとかわすじゃん。ちゃんとかわすじゃん、お前ら。この壁で終わってるな。おお、ここで終わってるの。妙だな。絶対じゃあ何か。ああ、三角出た。出ましたね。少し動いた。サリ、手を貸せ。ほら言わんこっちゃない。さあもう一度押してみよう。よく見ないと。こういうとこ。まあどうせカットするからいいですよ。ん？なんだなんだ。あれ見ろ。あ、マルコポーロだ。これは何かな。違うか。うん、気をつけて。こんな小僧め。俺もびっくりしたじゃねえか。やめろよ。ああ、おお、なんだその薄気味悪いの。何よ、武器か何か。お、何これ。違う、これは宝刀だ。宝刀、何かの儀式用だな。でかい、でかいくない。障害をなくしてくれるはずだ。確かに。ああ、ね、霊的な障害だ。ああ。待てよ。このナイフ、マルコポーロのあれじゃないか。あれってどれがそれで何があれ？日記に書いてあった。あ、偉大なる旅人にはシャングリラへの困難な旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートがって。これがパスポート？パスポートならルンルンだが、一体全体どこへ行きゃいいんだよ。そうね、この地図に書いてあるんじゃない。見せて。大インドとチベットに挟まれた地に見事に仕上げられた寺院の国がある。無数の黄金の尖塔が天高くどこまでも伸びている。待て待て、どこか分かったぞ。ネパールだ。当時は寺院だけだったろうが、今は町だ。そう簡単には行かないってことね。ネパール？まだある。寺院は多くあれど、シャングリラへの道を秘めているのはただ一つ。その道が示される旅人もただ一人。黄金のパスポートを持つ者だ。
おー、やったな、グッジョブだ小僧。何もたもたしてんの。すぐ行きましょう。よし、あの女の人に預けちゃって大丈夫なの。ねえ、あー、なんか怖いな。バイバイ、行きましょう。バイバイ。どうせ怪しい奴がいないか偵察してくる。どうせ出口で捕まるんだろ。分かってるよ、待ち構えてんだから。どうせ手を貸せネイト。あ、やっぱサリーちょっと歳なんだな。こっちだ。お、やれやれだ、行こう。アーリー、ここよ。ヤツら逃がすな。ドレークだわ。これ何して。手を上げて。また引っかかって。黙れサリー。やっぱりお前か。お前ビクタークソ野郎サリバン、まだこの老いぼれジジイを連れ歩いてんのか。やめろネイト。3ヶ月も檻の中にいたやつにしては威勢がいい。当てもなく3ヶ月もジャングルをさまよい。優しいよな。船は見つけた、それ以外はチンプンカンプンだろ。地図もない。下から登ってきたわ。あら、ハリー見てこれ。地図もないって？インドとチベットの間に一つの寺院が示すだろう。シャングリラへの道を。マジかフリン、日が暮れるぜ。そうカリカリするなって。ラザレビッチに突き出せ。無所から逃げたこと後悔するぜ。行って。あいつはこれから調べんのか。ほら、刺そうとしろ。この女の人そうかなと思ったけど、大丈夫か。ええ、これでフリンも騙せるでしょう。なんとか時間は稼ぐから。いや、クロエ、一緒に行こう。女だ。会いましょう。え、さあ行って。あれ、だって行こう。あ、あの子好き。また騙されたとか言ってたのに。あの子好きって言っちゃった。おお、ちょっと待て、待て。あ、間違えた。あれ、なんだっけ、どうやってやるんだっけ。あ、どうやってやるとか忘れた。あれ、ちょっと待って。あ、やばい。え、ちょっと待って、掴まれた時どうやってかわすのか忘れた。ボタン、雰囲気で今できなかったのよ。あ、危ない危ない。 丸とかじゃなかったの。いや、丸今押してたけど、そうなかったな。違うんだね。おいおい、映画じゃあるまいし、飛べるわけないだろ。これがプッキリ折れちゃう。ここにいればラザレビッチにプッキリやられる。お姉ちゃんにプッキリならいいけどな。またか、このエロいやつが。運が悪い。俺みたいな男は悪あるとしちゃいかん。サーリー、切り抜けられるだろ。今までと同じだ。そうだ、ネパールのお姉ちゃんによろしく。俺はリゾートでバカ。なんだよ。おい、甘い土産話聞かせろよ。あそこにいたぞ。うわ、くそ。行くか。お先にどうぞ。ビビビビー。おお、猿顔だよね。猿顔。声はかっこいいのにね。ラザレビッチが好き放題してるってのは本当だったんだな。ヤツはゲリラの協力を得てるわ。あ、ネパールまで来たんだ。何年も前から内戦が起きる。早いね。だからヤツは火に油を注いだだけ。すごい、この車ドアがない。そうね。これで陣を探すために街を破壊したって気づかれないわけ。そういうあれじゃなくて。あ、そういう仕様なのか。ネイト、わかんないけど、それポストっぽくない。ああ、聞こえてる。おじけついてるわけじゃないわ。こういう車なんだな。この俺がまさか。よかった。奴らと関わるのはもううんざりよ。お、撮れたのかな。地図は。まあ、撮ったとかじゃない。じゃあ、位置まで来て。あそこなら邪魔が入らないわ。ああ、了解。おおおおお、嘘だろ。敵さん来ました。何してんのよ、うまく負けた。走行車もう弾掘られる寸前だよ。
あー、カモ掘られた。10ゼロですよ。10ゼロだぞお前。いいんだな。あペア取られた。あもうダメだ。あおお。うっそん。紫外線ってマジで戦うの？ああマジ？え？嘘でしょ？ガチで言ってる？そうだね。マジっすか？ガチで言ってんのこれ？待て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 。ああ怖い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 。走りながらちょっと待って。おおやったか。え？ああ。ちょっと待って怖い事故。え、どうしたらいいの今。で、こっちか。どうしたらいいのあれ。なんだ、どっかに飛び移れってこと。はい、違いますね。ほいはいほい。あーシュンコロ。あーうん撃ってるから遅くなってるパターンもあるよな。うん、ちょっと撃たないでみたら一応そういうやり方があるよっていうだけです。あー近づいてきたら撃ってみたいななのかな。あー痛い。早い。撃たないとダメなんだ。ほい。そこもうちょい。ここ。あ違う。あいや違うか。ただのタイミングかな。おー助かった。いや時間かかったここ。思わぬね。えぐいほど時間かかったわ。びっくりさせやがって。今回至るところでちょいちょい時間使ったね。熱いって。いやとりあえずじゃあこれからなんか街中で戦うみたいなことだよな。うん、まあでもとりあえずね、今日のところはこの辺で終わりにしたいと思います。はいはい、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。